純一と私は、幼稚園から小学校、中学校、そして高校も、ずーっと一緒の幼なじみです。初恋の相手で、片思いの相手でもあって、私、純一のことが、好きなんです。<laughs> でも、純一はそんな私の気持ちになんて、 全然気づいてないんですよね。かなえちゃんは、そんな私たちのことを、とにかく桜井は奥手すぎだよ。それに立花くもにぶすぎ。なんて言うんだけど、確かに、かなえちゃんの言う通りかも。あと、もっとちゃんと気持ちをぶつけなきゃダメだよ。とも言うんだけど、うーん。 私これでも精一杯頑張ってるつもりなんだけどなぁ。純一、なんで気づいてくれないんだろう。やっぱり、カナエちゃんの言う通り鈍いのかな <laughs> <laughs> 私が純一のことを好きってことは、作動部のルッコ先輩やマナカ先輩にもバレバレで、それはなぜかって、 て言うと、ついつい、私が先輩たちに純一の話ばっかりしちゃうから。<laughs> 先輩たちも、かなえちゃんと同じように、私のことをじれたいなーって思ってるみたい。でも、私、このままでいいかなーって思ってるんです。だって、小さい頃から純一はいつも私のそばにいてくれて、 私が何か困っている時には、しょうがないなあ、リホ子は。なんて口では言いながらも、必ず助けてくれるから。そんな今の関係で、十分幸せなんです。ただ、もしまた純一に好きな人ができたり、純一を好きだっていう子が現れちゃったりしたら、そしたら、私、 やっぱり、私、純一に早く気持ちを伝えないとダメなのかな私が、ちゃんと好きって言えたら、しょうがないなリホコはって、いつもみたいに言いながら、純一が私の思いを受け止めてくれたら <laughs>、すっごく嬉しいな 私の部屋のコルクボードに飾ってある小さい頃からの私と純一の写真。これからも少しずつ思い出の写真が増えていったらいいなそして、いつか私と純一が幼馴染以上の関係で写っている写真。そんな写真を飾れたら、 いいな